この日は兵庫県多可町までドライブにやってきました。西脇市のお隣で神戸から車で1時間半ほどの場所です。行列のできる巻き寿司マスター工房八千代さんがあるのもこの町です。この日はお休みだったので残念。まずは5月から7月が見頃のラベンダーパーク高で癒されたいと思います。西日本最大級の大きさだそう。グルメも充実していて、播州地鶏の卵かけご飯食べ放題やカフェではラベンダーフロートもいただけますよ。一面に広がるラベンダー畑にうっとり、爽やかな風とラベンダーの香りに癒される。3品種が順番に見頃を迎えていきます。ラベンダー摘み取り体験も行っているそう。広大な山の景色と自然の空気は非日常を味わえる絶好のロケーションとラベンダーの森林浴、最高でした。続いて向かったのは本日のお目当てのジェラート。4年ぶりくらいにやってきたのでとっても楽しみ。山と田んぼの真ん中で行列のできるお店です。直営の牧場で搾乳したばかりの新鮮なミルクアイスが人気。営業日はインスタグラムでチェック。この日は平日で列がなくてラッキー。入ると可愛いフォトスポットがお出迎え。ジェラートとトルト映えますね。店内の雰囲気も開放感ある素敵空間。ナチュラルテイストのインテリアがいい感じ。カフェコーナーもとっても可愛い。テラス席もありますよ。メニューはこちら。新鮮ミルクと天然素材にこだわったジェラートは子供も安心して食べられる。山盛りたっぷりで嬉しい。抹茶味をチョイスする大人びた息子、滑らかで濃厚な抹茶の風味を堪能していました。私はバニラ、チョコ、パッションの欲張り3フレーバー。ワイルドで滑らかなバニラは後味も爽やかな香り。パッションはつぶつぶ食感の甘酸っぱいソースとバニラがマッチ。チョコレートも濃厚でたまらない。田園風景でいただくジェラートは格別。心の栄養もチャージできますよ。キャラメル、チョコ、ラズベリー、マンゴーの4種類から選べる。フレッシュにマンゴーをチョイス。ボリューム満点のソフトは滑らかな甘さがとろける。下のグラノーラと食べるとザクザクさらに美味しい。新鮮ミルクと天然素材のジェラートを堪能できました。またここまで足を運びたくなるお店です。ジェラートの後にお昼ご飯をいただきます。食べたすぎて先に甘いものを食べちゃいました。とっても素敵な場所ですね。わっかさんの少し北側にあるサイクルカフェ、偶然見つけましたがとってもおしゃれで開放感が最高。多可町ののどかな田園風景も見渡せていい感じ。
手作りの焼き菓子やコーヒーもあってのんびりできます。メニューはこちら。トマトの味わいが美味しいまろやかカレー、家のカレーとは違う旨味にめっちゃ美味しいとお気に入りの様子。自家製鶏白湯スープをベースに自家製トマトソースやスパイスを加えて作った自慢のカレーのチーズ入り。野菜のまろやかな旨味にスパイスがアクセント、とろりチーズとクリームチーズがさらに美味しさアップ。カレーとタンドリーチキン両方楽しめるこちら、旨味とスパイスの虜になるカレーは止まらない美味しさ。タンドリーチキンもスパイスがお肉にしっかり染み込んでてめっちゃ美味しい。香ばしさもあってやみつき。食後はブルーベリーラッシーでゆっくり。バッカに行かれる方はスパイスカレーもおすすめですよ。次回は神戸市西区三河谷周辺グルメ、豪華ないくら丼専門店と濃厚エクレアが絶品のお店。